バッターボックスは栗山。1回目は三振でしたが振り逃げで出塁です。三塁抜けました。セカンドランナーヘルマンが三塁回っていきます。3点目が入りました。栗山タイムリーです。初球中来ましたね。 3-0。 これも強い打球でした。そうですね、もう1打席見とってやっぱりインサイド来たら打ちにくいんですよね、カットボール的なのは。なんかやっぱり狙いはやっぱり外ですよね。それはもう本当にうまく出してますよね。ちょっとしたことでもこう攻略って変わってきますからね。この回はショートの中島で守備のミスがありましたが、そこに乗じてやはりライオンズがつけ込んできました。そうですね、